私の記憶が確かならば、麻雀スリアロチャンネルをご贔屓にしていただいている皆様、こんにちは。麻雀アカデミー主催の土田晃祥です。今回の麻雀の鉄人、今まで見たこともないような番組にまずはチャレンジャーでございますけれども、世界を向こうに回して10年間無敗を続けた男、この方です。元自転車の選手、中野浩一です。進学の就職もあまりうまくいかない部分もありまして、で、まあうちの親父が競輪選手だったということもあって、まあ、とりあえず乗ってみたらということで乗ったら、まあ、トントン拍子にプロとしてデビューしたということですね。自転車競技も、まあ、いろんな種目があるので、例えば陸上競技でいう 100m があったり、マラソンがあったり、まあ、走り高跳びがあったりとか、まあ、いろんな種目があって、その中の一つの種目として、まあ、僕がやってたのはスプリントという競技、まあ、どっちかっていうと 100m に近い短距離のレースということですね。今 250m っていう一周、周長が 250m バンクで、競技場でレースをやるので、まあ、用意どんで1対1出して、まあ、何をやってもいいのでとりあえず先にゴールすれば勝ちという。ですから、253周でも一周 750m だけど、用意どんから行くとやっぱり捕まってしまう。で今度は、どっかでこううまく逃げていっても後ろにぴったり突かれると抜かれたりするという。でそこを自分の力と相手の力を測りながら、それからやはりその競技場の、あの形状をうまく利用しながら、まあ、自分が勝つというための走りをするというのがこのスプリントレースですね。ですからダッシュ力とトップスピードと、まあ、スピード持久力、まあ、それからあの作戦面をうまく、あとはね、思い切りが大切ですね。まあ、この辺が思い切りの悪い選手はやっぱなかなか力があっても勝てないというので、ね、まあ、そのあたりを兼ね備えた選手が勝てるのかなと思ってますね。麻雀も惜しい気が、ね、行くときは行くっていう、もう降りるときはしっかり降りるとかっていうのも必要なので、まあ、そういった部分では、まあ、なんとなく似てない部分がですね、まあ、勝負感みたいなのも必要です。始めたのはね、言い訳の分かんなくてやってたのが、まあ、20代前半からやってるので、選手半ばでなんか麻雀やるっていうからよくわかんないまま始めて、でそのうちちょっと先輩とも遊びに行った時に、まあ、そこで少し本格的にやって、意外と勝負強さはあったみたいで、はい、1枚あれば上がれるみたいなタイプ、まあ、点数関係なく、まあ、できれば大きな手になった方がいいけれども、早く転廃して上がれるような形の麻雀もやりたいと思ってますけど、現役のトッププロとハンディなしでやれるっていうのは、これは他のスポーツでは無理だから、麻雀だからできるっていうところもあると思うので、自転車って今だったら現役の選手の時のどんだけハンディくれるっていうことがなければもうやりもしないし、戦うことも無理なんだけれども、麻雀っていう競技はそういう部分ではそういうプロとね、トッププロと、まあ、ハンディなくても、まあ、運があれば勝てるっていうこともあるし、そういった意味では非常に光栄だし楽しみですね。勝ちたいという気持ちは当然持っているので、気持ちがあれば何とかなるかもしれないと、思い切っていって後悔しないような打ち方をすれば、まあ、いい結果につながるんじゃないかなとは思ってます。とにかく競り合いに強い、これが中野浩一の最大の長所というかアドバンテージでございまして、リーチ合戦に負けたシーンを私見たことがございます。プロたちはかなり苦戦を強いられることではないかなと私思っております。そこでこの究極の対局を解説するにあたり、ゲストにこの方をお招きしております。ちっちゃい船にそれで4人乗ったかも。そうするとね、やっぱり隠れたやつ、ずるいやつがいると。
ね、やっぱり船は上手でいい方に進まない方なんですね。桜井翔一、72歳。20年間無敗と呼ばれた男。引退後は、ジャンキ会を主催し、私も2年間通い、師と仰ぎプロ生活を送っております。最近は出版、あるいは講演に多忙な日々を送られております。今や伝説のジャンキと呼ばれておりますが、その桜井翔一が語る麻雀とは。麻雀っていうのは、主体性と客観性と両方持ち合わせて打つものなんです。やっぱり4人で打って4人で信頼関係がこう卓上の中に湧いて出てくるんですよ。それこそ本当のいい試合なんですよね。勝ちたいではないんだけどね。しょうがないよね、プロの世界は。勝たないと看板がつかないもんでしょ。看板がつかないですね。実は挑戦者の中野浩一さんとジャンキー桜井会長は意外な出会いがございまして、やったことがあります。やったっていうか、なんだろう、そういったずらしたことを覚えてます。ジャンキーの映画に僕ゲスト出たことで、終わった後にあの桜井さんに、まあ、ちょっとやるやってこうね、手摘みでこうバッてやった時にちょっとからかってみようかなっていう感じで、えって俺が驚いてる。そう、それこそ竹城の麻雀隊が出た時に後ろで桜井さんが見てて一言言ったのが、ああ中野君今日優勝するね君は、あそうですかって言って本当に優勝した。後ろちょっと見て、ああこれダメだなとかね、それは瞬間感じることはありますけど、その相手の当たり牌を全て抑えて上がったっていう、あの相手がリーチかけても全部そこは抑えてたっていう実際に優勝してすげえな、予言者みたいだなと思って。桜井さん、僕はね、あの会長の麻雀なんとかっていうか、かなり見てきたそうなんですけど、チーポンが比較的多いかなって思うんですけれども、面前で、ね、行った方がやっぱり有利なんじゃないか、打点的にね。なぜ仕掛けるんですか。それはだからツボという動きがある以上はやっぱり動きを入れ込まないといけないことですね。それで変化を作っていくんですよね。固くないこう13枚で戦っていく、ダメなら怠け者ですよね。怠け者、用心深いっていうのが、臆病に見えますね、だから皆さんもね。これが手配が10枚になり7枚になりってこともあるじゃないですか、それをリスクと言いましょう、リスクを感じないでやったって面白くないです。そこなんか冒険みたいな、冒険、やんちゃですから、生来やんちゃでしょ。根っこの中にはだから、ね、周りの人に対しては誰にも譲らないという領域を持ってますから、そこさえ置かされなければっていうのはある。そこだったら命がけで戦おうっていうのは昔はありましたし、今もかすかに残ってる可能性はあるかもしれない。勝負として打つ分に見せ物ではないと思ってた、そんな見せるほどの安いもんだよねっていうのがあった。最初はいや俺たちこそ麻雀だと思ってたんですけど、いや違うんだと、俺たちが麻雀から離れた、パイリだっていう言葉が出てきた。パイリから離れた、皆さんがやってるのは麻雀なんだと、俺たちはもう麻雀じゃないんだ、それがまあ実情だったと思いますよ。だからあなたたちがこうやって映してくれてるのは本当に麻雀なんです。今回の岸田さんとはね、縁が長いし、あと麻雀にちょっとご奉公しようかなっていう気持ちで
今年のおばあちゃん人生の終わりですかね。そういう意味で最後ちょっとね、ご報告と。桜井会長は私にどうして出演するか分かるかと問いかけられました。私は全くその理由は皆目見当もつかなかったので、どうしてですかと聞き返したところ、講師をこれは俺からの麻雀界への遺言なんだよ、そんなつもりで出るんだよ、まあ、体調もかなり最近崩されているということもお聞きしておりまして、今回も出られるか出られないか、まあ予断を許さない状況ではあるんですけれども、もし解説に来られた時にはそれぐらいの覚悟を持って、もしかすると最後の公の場での出演になるということだと私は解釈しておりますので、桜井翔一とはという答えを視聴者の皆さんも少しでも見つけていただければ嬉しいなと思っております。今回のテーマは勝負だと思うんですね。鉄人たちがその勝負ということに関してどんな答えを出してくれるのか、また中野浩一、桜井翔一がどんなメッセージを送ってくれるのか、大いに期待していただきたいと思います。麻雀の鉄人、挑戦者中野浩一、11月28日14時、スリアルチャンネル、またアメスタで無料生放送させていただきます。お楽しみに。